どうも皆さん、っ歌塾の久保です。えー、今、タカさんとやりとりしている気になる男シリーズなんですけども、今回で21話になりました。20話までで、実は一つのサイクルになるんですけども、21話からね、さらに新しいステップとなるように、この動画のやりとり、続けさせていただきます。 えここまでご覧いただいた方なら、だいぶ考え方変わってきたと思いますが、それを一旦まとめさせてもらいます。そっかづく思考というタイトルつけてますけども、つまりはですね、下の方を見てください。常識外れには考えるなと。常識外れに考え行動するんではなくて、常識破りに考えてもらいたいなってことなんですよね。まずこの違いがどういうことなのかなってことをね、よくよくまずは一人で考えてみてください。えそして、回答が出たら、ぜひ私の方にメッセージください。 どういうことなのかを説明します。え、そしてね、気になる男シリーズ。今回の21話で一つテーマにしたいことがあります。最後までご覧いただくとわかります。今回のスライドは15枚です。気になる男になるためにということですよね。だから、気になる男シリーズを皆さん、あの、ご覧いただいてるんですけども、あの、多分ね、私とタカさんのやりとりが気になるからだと思うんですよ。つまりは、ここには二人の気になる男がいるんですよね。そして、 気になる男になるためにはどうすればいいのかなと。やっぱりね、商売って、まあ飲食店でもラーメンでも定食屋でも同じですけども、まずはいきなりドンって入るってことが珍しくって、大抵がですね、普段こう、通っている、まあ通勤の道とかね、その他よく通る道とかあるじゃないか、そこに、なんか新しい店できたな、みたいなことで気づいたりとか、あれこんなところにこんな店あったんだ、ってうから、まずは気になることが大事なんですよ。で、 そういう風にしている時にあ気になるから行ってみようかなという風にだんだんなるんですよね。まあだからあなたがね、この動画を見てる方が気になる男になっていかなくちゃいけないんですよ。そのための考え方を今日も紹介していきますね。15枚ですから長いですよ。はい。では行きましょうか。まずはね、私のことなんですけども 私は借金3,500万を作った経緯があります。多分これ以上の借金を作ることはもうないと思いますけども、でもね、30代でこの3,500万の借金を作るっていうのは、一見びっくりするように感じますけども、結構珍しいことじゃないんですよ。だって20代とか30代で住宅ローン組む人っているでしょね。20代って仕事始めたばっかりですよ。30代ってのは、まあこの会社でずっと稼いでいこうかなと決めるときでしょ その駆け出しの時に20代、30代でよくもまあこんなね住宅ローンといえども3000万のお金借りれるよなと思いますよ私は。でそれを審査で通す融資の係の人も大したもんだと思いますよ。どこの馬の骨かわかんないけどもそういう人にお金貸すわけですから。まあでもなんでお金を貸すかっていうと理由は2つあって1つは万が一の時にはこう家を取り上げればいいってことでしょ。だから住宅ローンって 3000万って借りやすいんですよ。で、もう一つは、個人に信用がなくても、その個人が勤めている会社に信用があれば、まあ、給料もらうことはできるだろう、回収はできるだろうって踏むわけですよ。この二つですよね。要するに、貸し倒れになる可能性が低いと感じるわけだ。はい。しかし、私の借金の作り方は、ちょっと異なっています。まずは、常識破りに行きましょう。 まあ私が借金をしたのは銀行でしょうか。まあ銀行でもね、300万ぐらいまでしか貸してくれないですね。で、公的機関まあこれもあ、事業計画書になるものが綿密に作られていなければ1000万とかは貸してくれないですよね。まあ親。親にはね、かわ、かっこ悪くて言えなかったですね。じゃあ一体誰に借りたんだと、どうやって借りたんだって疑問が残ると思います。さあどうですかちょっと考えてみてください。珍しいことはありません。 私にも人脈はあります。はい。ということでね、私はね、この3,500万の借金、大半が個人から借りました。例えば名刺交換をしたことがある方とかね、普段飲みに行ってる仲間とかね、うん、で、マージャンでこうね、趣味とかで繋がってる人とか、まあそういう人に白羽の矢を立てて、こういう風に呼び出すんですよ。 これからちょっと時間がないかとかね。会えませんかっていう風に、ね、改めて。今回はお金を借りたいという相談なんだと。だからそのつもりがあれば、どこどこに何時に来てくださいというふうにメッセージを送ります。これはね、Facebook とかね、メールとかね、電話とかね、様々あったんですけども、とにかく目的をはっきりさせて、お金を借りたいんだけどなっていうことで呼び出しました。 お金を貸すのがどうしても嫌な方は、この時点でいろんな理由をつけて断ってくるんですよ。ね、でも、話によっては貸してもいいかなっていう方そういう方はね、アポイントメントを受けてくれるんですよね。これで最初の振り分けが行われます。で、そうこうすると、まあ大体私がね、お願いすると、とりあえず話聞くよってことで会ってくれる方がいるんですよ。で、お会いすると、もう私のペースですよ。 ね、まず最初に、よ、こんにちは、みたいな感じで始まるんですけども、今回ここに来てくれたってことは、もう目的分かってるよねって、俺お金か借りたくて来てもらったから、なんだかんだ説教くれて、貸さんじゃ済まないよ。ね、来てくれたわけだから貸す気持ちがあるんだよねっ。っていうふうに、最初に一発かましますね。まあこれ、ちょっと心理的にはね、脅しが入ってるんですけどね。まあでも実際にそうだよなと。 ここに来て結局貸さないっていう選択はできないよねって。だってお金を借りたいから来てくれって言われて、それで来たわけだから、これ何本か貸さないといけないよなっていう心理状態にまず人になるんですよ。その次に2発目をすぐに食らわします。どういうことかっていうと、まあ、俺がね、折り入ってここまでしてお金を借りたいって言うんだから、5万、10万、20万の話じゃないってことはもう大体わかるよねそのぐらいの金、 俺は借りないからねっていうふうに2発目かましますそうするとまあ来てくださった方はねいわゆる固唾をのむ状態になるわけですよその後なんですよねいろいろとやり取りをしながら結局私が畳み込めるのはこういうことなんですようんこれから50万なり100万なりを貸してくれと頼みたいけども借用書は書かないし返す保証もない だから、こう思ってほしいと。今後、久保哲郎と付き合いをするのかしないのか、それだけを考えて、貸すか貸さないか決めてくれというわけですよ。で、金額は、まあ少なくとも50万を借りたいと。できれば100万単位で借りたいんだという,ふうにお話をします。そして、じっと待つわけですよ。ここまでが私のクロージングです。結構偉そうでしょ でも、この自信が大事なんですよね。絶対返すから、絶対返すから貸してくれって言わないわけですよ。絶対返すから貸してくれって言って、帰ってきた試しがあるかって言ったら、まああるかもしれませんけども、私は普通のお金の借り方はしないんですよ。お願い貸してじゃないんですよ。これから俺との付き合いを続けるつもりがあるんだったら、このぐらいの金を融通してくれ。時には、借金してでも持ってきてくれっていうふうに話すわけですよね。 まあでも私が目星をつけた人ってのは、まあまあ50万100万作れないわけではないなって方、もしくはそのぐらいの貯金がある方、それなりの関係がある方に絞られてるんですよ。じゃあ仮に100万借りる人が30人いたら3000万集まりますよね。でも5万10万とか借りてったらとてもじゃないけども、こんな金額にならないわけですよ。まあということでね、この方法を、まあ2年3年と続けて、 徐々に徐々にお金の借金は増えていって、まあ公的機関とかカードロン会社に借りたのは全部で500万くらいだったんですけども、でも残りの3000万ほどは個人から50万もしくは100万という金額を主に借りていって作ったんですよね。だからね、知り合って仲良くなってしばらくしてお金を借りる。これの繰り返しですよ。で、こうも言いました。催促はしてもダメだから催促はしないでくれと。だから、 催促しないと困るようなお金を貸すくらいだったら貸さないでくれと貸さないばかりかこれからは断るごとにお金を貸してくれって話を貸してくれない限りすると思うからまあここら辺で環境を切ってもらってもしょうがないと思ってますよということなんですよであと言い方はねいろあったんですけどもつまりは久保哲郎と付き合うのに、まあ、50万なり100万を貸す価値があるかどうかっていうことを踏み絵をしたわけなんですよね それを今までお話したようないくつかのキーワードとかポイントを持ってですね30分ほど柔らかく時には激しく時には心を揺さぶるようにお話したわけですよねまあ大体貸してくれました本当に貸してくれましただからお金を借りるときの攻め方ってのもあるんだなと思いましたし そのためには今までどう付き合っていたかも大事だし、そしてこれから、久保哲郎がどんな人間になろうとしているのかってことをお話しするのも大事だなと思いました。まあ、つまりこれが私のクラウドファウンディングと言ってもよかったですかね。うん。まあ、そんな感じでね、お金を借りたわけですよ。で、結局、借りたお金っていうのは40代で全てのしをつけて返したということなんで、お金を貸し借りた人の関係はものすごく 洗練されたものになりました、ねまあ逆にお金を貸してくれなかった人の付き合いっていうのはなくなりました本当にまあそんな感じで今日に至るわけなんですよですんでこの動画を見ている方の中にももしかしたらねあの時俺が貸したいんだよって言い出す人が出てくるかもしれませんいいですよ久保哲郎が今こうなったのは俺があの時金を貸したからだと是非ね誇ってもらいたいと思いますまあ誇っっててももらいたいたと言っても 誇る人いないいいなと思いますんででで心の中で自分で誇ってくださいそして一つ気づいてほしいんですよあの時お金を貸してくれって言った私が今どうなったかそしてお金を貸したその人はどうなったか多分ねお金を貸した方はあんまり人生変わってないんですよで借りた私は人生大きく変わったんですよはいじゃあ次のシートいきましょうはいでね私はもうお金借りることありませんけども代わりに何をするかっていうとお金を稼ぎますね で、借りたら返さないといけないでしょうん、でも、稼ぐと返さなくていいんですよ。さらにもう一個、私が、ここまでで言えることがあります。お金を借りる信用も、お金を稼ぐ、つまり商品を買っていただく信用も、同じ利益額でできてるってことなんですよ。だから私は、3500万というお金を、50万、100万単位で、人に借りて、そして返すことができました。でも、私が返すかどうかっていうのは、 全く分からなかったんですよ。しかも商品を渡してるわけでもないんですよ。ただ貸してくれって言ったんですよね。まあ無理やり考えるとすれば、久保哲郎を潰さないためにあなたのお金を出資してくれってことだったんですよね。まあこういう言い方しなかったですけども。おかげであの時私は何事もステップを止めることなくここまで来れたということがあります。でもお金を借りる代わりに稼ぐっていうのはどういうことかっていうと、 商品を作って売ったってことなんですよ。当然お金を貸してくれた人、ね、50万貸してくれた人には50万返しました。のしをつけて返しました。うん、で、100万貸してくれた人には、100万円以上の現金でお返ししました。ありがとね、ということですよ。さらに、お金を貸して、返した、その相手に、私は即価塾を売りました。ね、即価塾売れるんですよ、そういう人たちには。だって即価塾当時19万8千ですからね。50万100万、 貸せる人ににそしして返した私なななでで万の商品が売れいいいわけないじゃないですかだからね、ここで覚えてほしいのは、借りるスキルも稼ぐスキルも似たようなもんなんですよ。ね、何かをして自分のお財布に他人のお財布からお金を入れるって行為でしょ同じですからね。だからお金を借り入れた人はお金が稼げます。借金がたくさんある人ほどたくさん稼げます。 そういうふうに私は自分の体験から皆さんに伝えることができます。まあ、100万、200万の借金じゃないですよ。数千万という借金。これをした私だから言えるわけですよ。さらにそれを返してきて、さらに次の桁、億っていう金額を稼いだから、ここまで見えるようになったということです。さあ、10万、100万、100万単位の借金をした人に、どのぐらい見えるでしょうかね、それがね。 ちょっと偉そうなこと言って申し訳ませんけども少なくとも借金のスキルは私の方が上だと思いますんでね稼ぐスキルも上かもしれませんけども心に刻んでいただければと思いますはい、まあ、すいませんタカさんとのやりとりなんですけども今回ね視聴者さんからのメッセージも何点が届くようになったんでタカさん以外のタカさんの後ろに控えてる人にもお話しするような感じで講義というような形にさせてもらいますはいでなぜ稼ぐのかってことなんですけどもなぜね 稼ぐ力以外にも思考とか体力とか人間関係恋愛関係こういうのを上手になろうとして自らを鍛えるんでしょうかなんでだと思います考えてくださいこれ常識破り常識外れに考えてください。なんでここまで自分を鍛えていくんだと。ね。そういうモチベーションがあるからなんでしょうかそれとも誰かに頼まれて義務的にやるんでしょうかどうでしょうかはい。こういうふうに考えてください。 自分の子供がいたとして、まあ実際いたりするんですけども、進路に悩む時期って来るでしょ、必ず。ね。その時に、ねえねえ、お父さん。って相談に来るわけですよ。俺、金持ちになりたいんだよね。うん。サラリーマンで月給20万、30万とか、公務員であのコツコツやるの。あ、そういうんじゃなくて、金持ちになりたいんだよ。ドバイに引っ越せるぐらいの金持ちになりたいんだ。どうすればいいんだろう。月収100万。 稼ぎたいんだけどどうすればいいのお父さん。というふうに信頼を持って親に聞いてくることがあるかもしれません。どうでしょうか回答お持ちですか月収100万稼ぎたいんだけど。ね。月収100万の会社がなんか就職案内とかハローワーク行ってもないんだよ。どうなってるんだでも世の中には確実に月収100万以上の人っているじゃん。なんでハローワークでそういういい会社を紹介してくれないの どういうふうに答えますもしくはこういうふうに聞かれるように育てないとダメですよ。ね。常識破りに質問を持てるような子供に育てた方がいいと思います。はい。こんなことも言うかもしれません。俺社長になりたい。会社の経営者になりたい。かっこいい経営者になりたいんだ。ね。どうやって答えますだってどの会社に行こうかなっていう相談ごとはあくまでも常識的な相談ですよ。 常識破りな考え方を持ちたいんでしょで、自らが常識破りな考え方に持ちたいなと思った時に、自分の子供にどうなってほしいのかってこと、その理想を、そのまんま自分に与えめたらいいんですよ。ね。会社の経営者になりたい。そういうふうに相談してきたらどうします次。俺投資家になりたいんだよね。なんか、株の投資家ってかっこいいじゃん。不動産投資とかやりたいな。 FX トレーダーこれ個人でできるらしいよね父さんしたことあるどうやんのどうやんのどうやって稼ぐの聞かれたらどうしますか私たちの世代よりも子供たちの世代は情報がありますよ私たちは金持ちになるとか会社の経営者になるとか投資家になるとか多分10代の頃に思いもしなかったんですよただいい会社に勤めたいないい給料もらいたいな誰が雇ってくれるかなっていうことをぼんやり考えながら 日々の勉学にいそしんでたんじゃないですかもしくは、どっかで引っ張り上げてもらえるように、部活で頑張ってたんでしょこんな考え方持ちました金持ちになりたい。会社の経営者になりたい。投資家になりたい。お父さんお母さんに相談したことありますつまりは、常識的な人生だったんですよ。はい。こういうふうに言い出したらどうしますって考えるのが、常識破りな考え方、常識破りな子育ての方法じゃないですかこの答えをあらかじめ持っているかどうか、 ね、だから稼ぐの大事じゃないですか父さんと同じ仕事すれば稼げるよって言ったら FX の投資家になればいいでしょうん父さんの FX を教えてやるよお前もう稼げよ就職しなくていいよ全然うんで稼げるようになったらそのまま自分の法人作って会社の経営者になりゃいいじゃんそしたら金持ちになるだろ全部終わりみたいなねで暇な時間には体を鍛えて恋愛を楽しんでね人間関係構築も楽になればいいんじゃないのみたいな感じですよね はい。じゃあ次のシート行きましょう。繰り返しみたいになりますけども、自分の息子や娘が贅沢な暮らしを求めたとき、あなたはどうしますかと。回答を持っていますかってことをもう一回ここで考えてもらいたいと思います。昭和30年代から40年代の模範回答。言うならばこんな感じです。贅沢を求めずに、つつましくも幸せな人生を歩きなさい。ね。贅沢は求めるもんじゃないよ。もう走ったない。お金が全てじゃないよ。 なんでそんな贅沢な暮らし送ろうと思ってんだ物を大切にしなくちゃ。ね。常識的に生きていかなくちゃダメじゃん。お金持ちはもうろくなもんじゃないよ。で悪いことして脱税とかして捕まってんだから。お金持ちはダメな人。ね。お金持ちになるんじゃない。もうそこそこお金があればいいの。食べていけない,いんだから。ね。贅沢な暮らしをしたいって言ったら。いや、そんなのはね、一部の人だけができることだよと。 あんたには無理って言ってるのと同じですよね。こうやって子供の可能性はどんどん潰されていって、あ、こういうお金の問題って人に疑問をぶつけちゃいけないんだっていうふうに思わせちゃうんですよね。昭和30年代、40年代ならそれでよかったでしょ。模範回答です。でも、この時代に昭和の価値観引きずってんのは誰なんだってことですよね。うん、早くそういうところから脱出した方がいいですよ。子供に押し付けるようなもんじゃないです。はい。最後にこういう回答も していたかもしれません。ね贅沢な暮らししたいんだけど、って聞かれた時に、そうだね。そのためにも学校の勉強頑張って、いい大学、いい会社に入ろうね。なんか正解っぽいですよね、これもね。でも、こんな考えも、あくまでも常識ですよね。こんなこと親が言ってるようじゃダメですよ。親として終わってます。時代遅れも甚だしい。時代に遅れるってことは、未だに、ポケベルをやってるか、黒電話でお話をしてるようなもんですよ。 一家に一台黒電話ね。彼女に電話するときでも、もう、まずは家に電話してお父さんお母さんが最初に出て、そこで攻略して、初めて電話だよって呼んでもらうみたいなね。うん。今あれでしょスマホで直接連絡できるわけでしょだからもっともっと、直接お金を稼いで、直接自分を幸せにして、直接社会貢献して、できるはずなんですよ。次のシートです。はい。こんなことももしかしたらあるかもしれません。 あなたは我が子に、いい会社の見分け方、詐欺にかからない方法、この二つ教えられますかどうでしょうかねちょっと考えてみてください。はい、じゃあちょっと待ちますね。3秒、1、2、3。はい、待ちました。どうですかじゃあここでね、私の回答、すでにもうあるんですよ。私の回答はこうです。いい会社の見分け方から行きましょうか。いい会社ってのは、俺の会社、もしくはお前の会社だと。あ、はい、終わり。<laughs> ということですよね。 だって、いい会社って、どっかに落ちてるわけじゃなくて、あくまでも自分がデザインすればいいわけでしょ出勤時間、取り扱う商品、自分の給料、自分で決めたらいいじゃないですか。そしたらいい会社の出来上がりですよ。あとはそれを実際にどう作るかっていう風な、まあ、積み上げや勉強、経験の話ですよね。でも、どこのどっかに、たまたまいい会社が落ちていて、そこがたまたま人手不足で自分を採用していければいいですよ。 どうでしょうかねそんなに都合のいい話がありますかねなかなかないんじゃないですかどんなにいい会社と思えていても、どっかは自分と合わないところが出てくる。そのたんびに、またいい会社を探しに行くんですか最初から自分のいい会社作りましょうよ。っていうのが、私の回答です。二つ目。つまりは他人の会社ってのは、お前にとっていい会社にはならないよと。その可能性は低いよと。探すんじゃなくて、作れよって感じですよね。今、それができる時代ですから。これがいい会社。 の見分け方、ね、見分けてないっていう形になりますけどもいい会社は自分で作れ自分の人生は自分で作れってことですねはい次です詐欺にかからない方法なんですけども私はこう思います詐欺はなくならないよとむしろ詐欺を避けるんじゃなくて詐欺なんかでいちいちダメージを受けないような考え方を身につけろよとあ詐欺られました裏切られました100万持ってかれました300万持ってかれましたあそっかこうやったら詐欺にかかるんだ こんな詐欺で100万や300万ってのやられちゃうんだ。なるほどなと。いや、次はもうかからないぞ。そればかりか、こういう詐欺があるってことをちょっと知らせていかないとなっていうふうな感じで方向転換を図るんですよ。詐欺にかかってね、訴訟を起こすのも大事なんですよ。でも、訴訟を起こしたところで詐欺師からお金が返ってくることはないのと、訴訟っていうおかしな時間に自分の人生を使っちゃう。どうですかねどう思いますいや、私はね、 詐欺ってのも商売の一つだと思いますよ。だって商売してると詐欺られるでしょ。ね飲食店で食い逃げって昔あったんですよ。詐欺られたようなもんですよね。それでも次の日も飲食店をやるでしょ。食い逃げした人を地の果てまで追っかけていくってことはなかなかないんですよ。まあそのぐらいの感覚で私は言いますね。そして似たような言葉になりますけども、誤解とか嘘、勘違いは世の中からなくなりません。だからそれを含めてあらゆる選択や決断をするんですよ。 ね、お金を払った時も、持ち逃げされちゃうかもね、と思いながらやるわけですよ。ね、ここに来て私はね、最初に3,500万を借りた方法に戻るわけですよ。だって、絶対返すからお願いって言っても、それ、信用できますだったら、返さないかもしれないけども、どうだっていうふうに言っても同じでしょ。むしろ、最初から、そういうふうなことを言うとね、竹終わったような借り方、お金の借り方をすると、まあ、信用できる人間なら貸そうかっていうふうな、心理は働くんじゃないかなと。 私は思いますね。そしてそれが実際にそうだったっていうことを私の体験からは考えられます。はい。そして人生にはね、いろんな場面があります。当然ですよね。あなたにはどんな場面が浮かぶでしょうか。タカさん、人生にはどんな場面があります山あり谷あり、そうですよね。会社員である時代、フリーランスである時代、思いもしない人との動画のやりとりが始まるという場面、様々ままあります。いい時も悪い時もあるんですよ。 しかしそれはですね、すべて人生の、人生におけるプロセスに過ぎないんですよ。過程ですよね。うん。一瞬一瞬にしか過ぎないんですよ。いい時も悪い時も、次の瞬間は、くるっと入れ替わる場合があります。ね。人生振り返ってみて、悪い状態の時ってあったでしょでもそれ続いてないでしょいい時もあったけども、でもそのいい時ってのはいつかなくなるでしょだから山あり谷ありですよね、本当にね。 まあ、ゲームセット。死ぬ時まで勝負はつかないわけですよ。ね。いい時も悪い時も、それはすべてプロセス。ゲームセットの時まで何もわかりません。最後勝負がついて、はい、えー、死んだよ。終わりです。もう自分の人生終わりました。って時に、良かったのか悪かったのかってことが初めてわかるわけですよ。で、ここで一つ名言を紹介させてもらいます。皆さんもご存知の名言かもしれません。スラムダンク、安西先生から。諦めたらそこで試合終了だよ。ね。どうですか この言葉に奮い立った方もいると思いますけども、真に受けないでくださいね。もう最大限の声で、アホかと私はね、最大の声で言いたいですアホかと。諦めたらそこで試合終了そんな甘っちょる世界でお前ら生きてんのかと。諦めても試合は続くんだよ。ね。バスケの試合でもいいんですけども、諦めたらそこで審判がね、はい、試合終了ってホイッスル鳴らしてくれるんですか諦めたら相手選手がさらに点数入れていくだけでしょ。人生続くんですよ。 ビジネスで失敗しても、詐ぎられても、嫌なことがあっても、ああ、もう人生はもう終わりだって言っても、生きてる限りは、残念ながら人生が続いて、お腹が空いてご飯も食べたくなるし、疲れて眠くなるし、なんか可愛い女の子見たらね、付き合いたいなと思うしね。残念ながら、諦めても、次々と欲望が起きてくるわけなんですよ。試合は続くんですよ。諦めたらそこで試合終了だよって。まあそういう甘っちょろい世界だったらね、どんなにいいだろうかと思いますよ。諦めても、 残念ながら試合は続きますそれが人生だと思いませんかはいじゃあいろいろとね常識破りなことを申し上げてきたつもりなんですけどもちょっとはね心の中頭の中揺さぶられたんじゃないかなと思います今日のキーワード欲望からもね欲望からも逃げるなって言いそうでしょその通りでももう一つキーワードがありますこれも常識破りな考え方欲望からも苦痛からも逃げるなということですよね 普通から逃逃げげたいでででしょでもその苦痛逃げちゃダメですよなぜならお前の人生に起こることは全部お前の資産なんだとやすやすと他人に渡すなんてね苦痛だって人生の資産ですよ、ね、痛いことも辛いことも悲しいことも自分の資産ですよこういうふうにまとめさせてもらいます失う悲しみ確かにあるでしょう失望することも絶望することもあるでしょう ダメージを食らって倒れ込むこともあるでしょうもう徹底的に敗北をして絶対に勝てないと思うこともあるでしょう恥もかくでしょう老病死別人生の4つの悲しみですよねこの全てが貴重な俺のものだと全てを使い切って人生を生き切れというふうに言わせていただきますまあ私もねいろんなダメージを受けましたけども全部をネタにして今コンテンツを作ってますよだからこそ集客できて販売できるわけですよ マイナスのない人生はありません。だったら自分のマイナスをいかにさらしていくか、いかに隠していくか、この使い分けですよね。はい。じゃあ、私の大切なマイナス資産を紹介します。ね。私はね、はために見たらね、ちょっとだけ羨ましい暮らしを送ってるように見えますけども、でも、それと引き換えに、マイナス資産もまだに持ってるわけですよ。なんでしょうかはい。私実はね、会社20社以上起業してるんですよ。 で17社を倒産してます今手元にある会社は3社なんですよだからねこれだけ手数打ってきてほとんどが外れてるんですよねうんでも世の中には稼げない稼げないって言って会社の1つ2つ作ったこともない人ばかりでしょ、まあ、まずはね会社っていう入れ物を作った方がいいなと思いますえぐっと勝利の確率が上がります次店舗もやってたんですよ、ね、最大で20店舗やってました うん、広島の結構繁華街でばっかりやってました。場所は良かったです。店って場所が一番っていう人いるでしょ私は広島の一等地に出してました。中四国で一番の場所に出してました。でもダメだったです。全店舗撤退しました。広島市中区本通りのお店が一番長く続いたんですが、それでも9年でしたね。えー、ご存知麻雀店です。赤字、垂れ流しで潰れましたね。<laughs> マイナスさんでしょうまくいってるわけですよ。 こんな人間でもこんな暮らしができるんですよ。次。まあ、お話したように借金総額は40歳になった時点で3500万。当時認識してたのは2800万ぐらいかなと思ってたんですけども、まあ、いろいろと計算すると3500万だったということです。うーん、立派なマイナスさんじゃないですか。で、こういうのもあります。まあ、逮捕歴があるわけですよ。私ね、訪問販売していて、あのー、地元の業者さんとのね、誤解で、 逮捕されちゃったことがあるんですよ。もちろん事実無根、無罪放免だったんですが、最長考慮を受けましたね。要するに、まあ、あの、20日ぐらい、20日間ぐらいね、牢屋に入っていたんですよ、うん。もちろん、新聞にも掲載されました。こんな逮捕がありました。こんなあ業者に気をつけてください。顔出し、名前出しです。だから YouTube でね、顔出し、名前出し <laughs> 何の抵抗もないですね。もう新聞に出ちゃったわけですから。 うん、ほれ見ろって感じですよ。うちの両親も新聞で見ましたよ、私の顔。どうですか <laughs> 当然、私の当時やってた会社のお客さんからも信用をね、一気に失いましたね。まあ、このぐらいですかね、うん。もう一個付け加えるならこれがありますね。女性に振られた経験も多数です。だから、持ってできたわけじゃないんですよ。でも、私もそうですし、タカさんも結婚して家庭を持ってますよね。だからね、結婚できるほど女性を口説けるってことは、 お客さんを口説くのはもっと簡単なんですよ。だって女性って結婚するときに人生を男性にもう丸投げしてくれるわけでしょ。ね。でも、こう言ったらあれですけども、商品買うお客さんって一生付き合っていこうとまではなかなか思ってくれないんですよ。商品にメリットがあるからたまたま手にしたっていう。まあ言ってみればそれだけですからね。でも、結婚っていうのはメリットもデメリットも、つまりマイナス資産も受け入れるってことなんですよ。 うん。だから、商売よりも、こっちの恋愛関係の方が難しいような気がしますけどね。まあもちろん時と場合によりますけども、単純比較はできませんけどね。だから、振られても振られても、会社が潰れても、逮捕されても、借金ができても、なんとかなるわけですよ。マイナス資産を大事にしてください。はい。私はだからこれからもこのマイナス資産を使い倒して、プラスを生み続けようかと思います。40歳の転機を、一つのきっかけにして、49歳の今、 この40代ってものをね、ドラマのように振り返っております。はい、スライドはまだ続きます。じゃあここでね、生きるっていうことの意味を感じてみましょう。生きるっていう意味ね、考えたことあると思いますけども。私はこの生きるっていう言葉をね、3つのフェーズに分けています。1つ目。生きる。これは単純に生物として死んでない状態のことです。生きる。当たり前ですよね。じゃあ次の生きるは何でしょうかこういうふうに書きます。生き生きとかね、活魚とか言いますけどもね。うん。 プラスもマイナスも活用して最大限突っ走ること。これが生きるですよ。喜怒哀楽を十分活用する。大いに笑う、大いに泣く。ね、苦痛を避けない。苦痛を感じた時は痛いと言うんですよ。生きてる証拠じゃないですか。生き生きと生きましょうよ。ね。漫画のようにドラマのように生きていきましょう。じゃあ三つ目は何なのかってことなんですよ。何だと思います生きるっていう言葉をそのまま使いますよ。こうです。生きるんですよ。そこにもうね、 君臨し続けるってことですよ。まあネットビジネスならネットビジネス、YouTube なら YouTube の世界で10年やってたら、まあ不動の重鎮として君臨することは受け合いですよ。再生数とかチャンネル登録とか、まあ、関係ないです。むしろね、再生数チャンネル登録が少ないのに10年やるってどうですかすごくないですかね。不動の重鎮ですよ。なんでこんな少ない再生数で YouTuber できんのなぜなら少ない再生数で稼ぐ力がついてるからでしょ だから、YouTube 辞めなくて済むんですよ。逆に、10万再生 YouTuber とか、10万登録 YouTuber、辞めてる方いますからね。なんででしょうね。広告収入ってのは、そのぐらい、アフィレート、ブログのアフィレートとともに、変動が大きいんですよ。アルゴリズムのちょっとした変化でガツンとやられるんですよ。だから、広告収入依存ってのは、ものすごく難しいんだと思いますよ。つまりは、YouTube で何をするか。 お客様との信頼関係を作って、視聴者さんとの関係を作って、コンテンツ販売をするっていう選択になりますよね。はい。生きる。そのために、10年間、この再生数でやってきたんだというね。もう、不動の重鎮として君臨する、生きるという領域まで、皆さんで行ってみたいですよね。まあ、タカさんもここに来てるんじゃないかなと思いますけどもね。はい。次行きましょうか。はい。あの、 私の言いたいこととかね、それからタカさんの言いたいことをたくさんこの20話まででお話してきて、21話は視聴者さんの声が届き始めたので、ここでね、タカさんにも視聴者さんから届いてるメッセージを紹介したいと思います。えー、この動画をご覧の、まあ、40名から50名の皆様は、あ、俺の言葉だっていうのがあるかもしれませんね。さあ、どんな名言が届いてるでしょうか。ドン最近始まった気になる男シリーズ、毎回勉強になってます。 いや、いい名言ですね。ますます励みになります。いや、こういうふうにね、毎回見てくださってる方がいるっていうところは、本当ありがたいことだと思います。気になる男っていうタイトルも良かったのかもしれないですね。このシリーズ、始めてよかった。タカさん、きっかけをありがとうございます。次。これね、動画を見ていて、タカさんと私のやりとりを、ただしてるだけなんですけども、流れ玉と言いますか。たまたま見た方が、あ、これ、 自分のことを言われてるっていう風に感じるそうなんですよ。だから次も見ちゃう。気になる男が2人いるっていう風に感じてくださるみたいなんですよね。つまりね、私とタカさん2人の気になる男が今、こういった視聴者さんの中に存在してるってことなんでしょう。次。19話まで拝聴して迷いが消えました。私も速歌塾に入りますと。ということで、速歌塾入塾のお申し込みも来ております。ありがとうございます。 継続している人っていうのはここまで考え方が違うのかってびっくりされたかと思いましたねこんな感じでお二人のやりとを見ていて痛感したということですね継続ったってまだ21話ですからね継続の部類には入らないと思いますけども、うん、でも10話20話までもできない人が大半ってのが現実です、ね、いつも発見があるから面白いその発見から新しい自分の発言アウトプットができるからずっとこのサイクルは続くってことでしょう さあ、このシリーズ、100話ぐらいになっても絶対についてきますって方もいますね。100話は楽勝に行きますよ。うん、だから心配しないでください。むしろね、100話ぐらいじゃないとついてこれないの ?1000 話1万話とかついてこれないんですかって言いたいですね。はい。じゃあ、キーワード行きましょうか。そろそろまとめに入っていきましょう。時間も40分ぐらいになっちゃいましたんでね。キーワード。ビジネスは今日も生きている。ということでございます。稼ぎたいならあなたいつまで見てるんですかと。 早く見せる側になれとということです。どういうことかっていうとこの気になる男シリーズ勉強になるわけでしょためになったわけでしょだったらいつまでも見てちゃダメですよ。早く見せる側になってください。例えばここまでの気になる男シリーズを見て感じたこと考えたこと考え直したこと出てくるでしょ ?100 項目ぐらい。その100項目をじゃあスライドショーにしてあなたの YouTube を作ってください。 どうでしょうか場合によっては私の方に、タカさんの方にやり取りしましょうつってメッセージを送ってくれてもいいですよ。どうでしょうかそういった次の展開に早く入ってください。稼ぎたいんだったら。ビジネスは今日も生きてますよ。今日も誰かが誰かにお金を払ってますよ。誰かからお金を受け取ってますよ。あなたはどっちになるんですか見てるだけならお金を払うこともないし、お金をもらうこともありません。つまりビジネスに参加してないってことですよ。じゃあ稼げるわけないじゃないですか。 次行きましょう。そろそろ終わりかなあ、終わりですね。もう一枚ぐらいあったと思ったんですけども、終わっちゃいました。ということで、今回長くなりましたけども、以上になります。タカさん、次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。